何事にも挑戦していきたい、まあ、新しい技術だったりまた新しいお客さんだったりお付き合いを含めていきたいと考えております。今回は小千谷市に本社を置き ICT ソリューションサービスやシステム開発を行う株式会社トラストです。販売管理システムハンタローをはじめとする自社商品の開発や販売、大規模クラウドサービスの開発や製造業を中心とした工場の DX 化などに取り組んでいます。 IT でお客様のビジネスに貢献し社会課題の解決を実現していく株式会社トラストの力とは。企業の力。番組の進行役は中小企業を総合的にサポートしている経営のプロフェッショナル、パートナーズプロジェクトの藤井秀夫さんです。今回ご登場いただくのはトラストの品田誠一郎代表取締役社長です。お客様から信頼される製品サービスを提供する品田社長にトラストの力についてお話を伺いましょう。それでは今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。この番組のタイトルが、はい、企業の力というタイトルなんですけども、はい、タイトルにちなみまして、はい、トラストさんの力となるキーワードを教えていただきたいんですか。はい、はい、ありがとうございます。私の会社のキーワードは挑戦になります。はい、挑戦というキーワードをいただきましたので、はい、これからじっくりお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつ頃創業されたんでしょう。はい、2000年の6月に創業いたしました。そうすると20数年経っていらっしゃると、はい、23年になります。社長さんが創業者ということなんですか。はい、私が創業者になります。どんな思いでこう創業されたんでしょう。はい、私が、最初のきっかけはですね、はい、JR の前身の会社がありまして、そこに就職いたしまして、山手線の仕組みとか東北新幹線 の, その開業におけるその、電力系の通信系の仕事をしておりましてですね、ぜひ若い時に勉強したその IT の仕事、コンピューターの仕事をやりたいと思いまして、東京のソフト会社に入社させていただきまして転職いたしました、はい、そこで、メーカーのいろいろな仕事をさせていただいてまして、SE だったりプログラマー、あるいはその営業も担当させていただきまして、はい、いろいろと経験はさせていただいたんですけれど、ぜひ企業 の, そのシステムを自分の全責任で全うしたいと、お客様の部分じゃなくて、はい、ということですか。満足したシステムを使っていただきたいと、そういう責任がある持って、当たりたいというようなことがありましてですね、それならば起業しようというような形で2000年の6月に起業しました。2006年になりまして、ようやく10人程度の社員が集まりましたので、その中で、有限会社という名前だったんで、株式会社の方がいいかなと思いまして変えていたりですね、しております。株式会社化をされて、はい、その後はどのように運営をされてこられましたか。株式会社にしましてですね、また、その仕事も徐々に増えてきたこともありますので、はい、新しい社屋、小千谷では非常に場所が少ないもので、それでしたらと思って社屋を建ててですね、より社員が快適に仕事できるというような場所を作りたいなと思って社屋を建てていきました、はい、今こちらがその社屋、そうですね、はい、社屋になります、小千谷以外にも拠点はあるんですか。はい、東京の方に東京オフィスというのを構えておりまして、あと長岡市の中に、事務所、で最近ですけど新潟オフィスというのをですね、作っております。社名ですが、はい、こちらの、ご自身できっとお決めになったんでしょうけど、どういう意味が込められてるんですか。はい、ありがとうございます。トラストという名前はですね、信頼という意味なんですけど、仕事を今までやってきてですね、何が一番こう楽しかったかというふうに考えると、お客さんが喜んでくれるシステムをお客さんに提供すると、はい、またお客さんも非常にそれを喜んで、また新たに仕事をいただくと、その中では信頼関係がないと、なかなかそのうまくいかないかなと思います。仕事する上の基本は信頼関係を築くこと、
というようなことがありますので、はい、まあ、信頼トラストにしようという形で、うん、決めた次第です。うん、はい、具体的な仕事の、まあ、中身をお聞きしていきたいんですけども、はい、いくつかの柱があればそれを一つ一つ整理してお話しいただければと思うんですが、はい、いかがでしょう。私の、事業はですね、はい、ICT ソリューション事業というものとですね、はい、システム開発事業 と、はい、DX、推進事業と、はい、大きくはこの3つの柱で考えております。3つなんですね、はい、トラストの事業内容のうち ICT ソリューション事業では主に自社パッケージ商品の開発や導入支援を行っています。トラストの自社商品には販売管理システム、水の宅配管理システム、消防情報支援システム、食品製造業向けの在庫販売管理システムなどがあります。中でも販売管理システムのハンタロウは対象業種を問わない汎用性の高い商品となっていて、余計な機能や画面がなく、売上や請求管理といった基本機能のみがベースのシンプルで使いやすいサービスです。お客様の要望に合わせて機能をカスタマイズできることが最大の特徴です。システム開発事業では既存のパッケージ製品では解決できない幅広い分野のソフトウェア開発を行っています。お客様の課題に応じて設計・開発から検証・運用・保守までワンストップでサービスを提供できる体制となっています。そして DX 推進事業、 DX とはデジタルトランスフォーメーションのことで、単なるデジタル化ではなく、デジタル技術で企業全体を変革し、製品やサービスなどを他社に負けない強みとしていくことを意味します。トラストの DX 推進事業では、中小企業や行政の DX 化において企画・開発・運用を支援しています。小千谷、そして長岡、はい、新潟と、まあ、東京もあるわけですが、はい、地元との関わりという意味では何かこうお話しいただけることがございますか。そうですね、やはり住んでいる地域をですね大切にしたいとか思ったりしてます、はい、地元の学校とか の勉強をしたい方もですね、そういう職場体験とありますので、そういう人を受け入れて勉強していただいたりという形もしておりますし、まあ、新潟県で最近今年ですか、J1 に昇格、はい、再度しますし、まあ、そういうスポーツも頑張っていただきたいと思いまして、アルビレックス新潟にですね応援しております。あ、サポートしてサポート契約というか、はい、そういうものをですねやらせてもらっております。うーん、さっきこう学校の授業みたいなのを、はい、もしこう来られるとどんなことを体験していただいているんですか。そうですね、簡単にこうプログラムをですね、はい、簡単なプログラムを一応作っていただいて、まあ、それ作ったら動かしてみて、それがそのこう体感するとかできたものって嬉しいというような形ですね。そういう形をやっております。それ人気ありそうですね。なんかそうですね、はい、今はねそういうのこう興味持つ方多いんじゃないでしょうか。そうですね、多いと思います、はい、今年の夏にスタートした DX 推進事業の新たなサービス金の種。トラストの経営理念にはお客様に利益の種を提供し共に育てますとあり、サービスの名前にもその思いが込められています。金とは未来に輝き続ける存在であり、金メダルの金。種は未来への種を意味しています。それぞれの企業が未来に輝き続ける存在となり、その業界で一番となっていただきたい。共に利益につながる未来への種をまき、育て成長していきたい。それが新潟生まれのトラスト初、中堅中小企業向け DX サービス金の種に込める思いです。そしてこのサービスを開発するために利用したのが AWS。 EC サイトで有名な Amazon 社が自社で利用している機能をインターネット経由で他社が利用できるように展開したサービスです。 Amazon 社が用意したサーバーを使用するため、自社でサーバーなどの機械を用意する必要がありません。機能を選び組み合わせてシステム開発ができるため、低コストでサービスを提供できるメリットがあります。また AWS にはパートナープログラムがあり、トラストは今年6月に AWS セレクトティアサービスパートナーに認定されています。
これは一定の技術や知識レベル、導入実績などの要件をクリアしたことを証明するものです。トラストは AWS を適切に運用できることが認められており、その質の高い技術が生かされたサービスが金の種です。取り組まれたものとして具体的になんか事例をご紹介いただけるとありがたいですが、そうですね、地元の会社さん、はい、もともと販売管理システムとかを使っていただいた会社さんなんですけれど、工場の見える化ということで工場の中に IoT のセンサーを入れたり、さまざましながらですね、そのデータをそのクラウド上に経由して、はい、手元にあるそのパソコンだったりスマホだったりそういうものにこう情報を提供できるというような仕組みを提供させていただいてましてですね、今現在使っていただいております。その中の一つとして、はい、たまたまそのモーターにですね音をですね検知しまして、その音が出たらその何か警報しようというような仕組みを、イオンがしイオンですね、はい、こうやっぱりモーターというのはその使っているうちにちょっと音が変わると、それがその後故障するということがありますので、はい、そのための、はい、仕組みを作りまして提供しました、うん、去年のことなんですけれど、その仕組みをこう急にこのアラームがそのセンサーからクラウドの上がってきましたと、そのダッシュボードにこうアラームが出たということで、そしたら次の日にですねモーターが故障して止まったということで、もうすでに事前に分かっていたと、そのため その準備 その代替のモーターも用意してあったので、それに合わせてすぐ交換できたということで、そのまあ故障予知できたということでですね、非常に喜ばれておりましてですね、それがきっかけで特にこう信頼されておし参列されておりますね。それはでも分かりやすいですね。なかなか目に見えないもんだからね、はい、こう伝えわりにくい部分がありますが、今のような話はね非常に分かりやすいし、はい、やっぱり人がずっとついて聞いてるわけにいかないですね。そうですね、はい、それはありがたい話ですよね、はい、やはり経験者がすごい経験者だったら分かるんだそうです、でもずっと聞いてられないそうですね。世代交代もありますし、やはり新しくこう人も変わってた時にはそういう設備とか仕組みがあった方が安心するというような考えだと思いますね。まあ、今 ね承継がって話ありましたけど、結局事業承継等でこう経営者が若返ったりするとやっぱりこう DX への取り組み意欲っていうのも高いもんでしょうかね、はい、そのように聞いておりますし、はい、その社長さんからもぜひその知り合いの方にちょっと話をしたりとか、そんなことをですね聞いております。広がっていくとね、そうですね、はい、いいですよね。今授業の方何名ぐらいになるんですかね。今43名になります。割と若い方が多いんですか。そうですね、若い方になっておりますが、うん、やっぱり私と同じように古くからこう経験して、来たメンバーもいますので、そういうメンバーがそのリーダー格とか、はい、指導的な立場でやっております。うーん、 IT 系の企業ってどう男性が多いのかななんて思うけど、女性の比率とか御社はいかがですか。はい、IT 系はですね、はい、どうしても男性主体な、業種になっております。その中で私どもはですね、第一システムの部長がですね女性が、なっておりまして、ね、女性の部長なんですか、はいはい、その他に主任とかですね、2人いるんですけれど女性で活躍してもらっています。リーダーとしてですねお客様とその交渉したりお話ししたりする形でですね、男性と全く変わらない形でですね進めております。また来年の新卒採用もですね女性の方が多い形になっておりましてですね、はい、そうなんですか。比較的その女性に活躍してほしいと考えております。人材育成とかその、資格の取得だとかいろんな支援をされていらっしゃるんですか。そうですね、クラウド上にそういう教育するサービスがいっぱい今あります、社員に対しては、本当に有料なんですけど、その部分を会社で払って、はい、好きなそのサービス勉強できることをですね利用していいというような形でですね、使っていただいてですね、そういう中で勉強してもらったりしてます。それはでも、ね、会社が負担してくれるいいですね。そうですね、はい、それぐらいはもう当然必要かなという時代になったかなと思っております、確かにそうやって勉強していかないとこう時代が変わっていくんですね。まあ、それはまあどの業界も同じかなと思っておりますが、我々も変わらず新しい技術にですね挑戦していってほしいと、考えております、人という意味では今どんな
方をこう必要とされてるんですか？やはりコミュニケーション能力というのが一番重要かなと思ってます。よりそのお客様の気持ちをこう吸い上げたり、我々の気持ちをお客様に提供したりするためにはコミュニケーション能力というのが大事かなと思います。でもう一つはそのまあ挑戦というか、気持ち的にキーワードが入りましたけど、どんどん勉強するとかしていってほしいし、新しいそのことを経験してほしいし、まあ失敗もあるんですけれど、失敗はその一つの過程というか、そのね、自分の経験になりますから、経験し失敗してもいいんで、どんどんその新しいものに挑戦していってほしいと考えております。はい、今日実はそんな従業員の皆様にインタビューを取ってまいりましたので、これから社長にご覧いただいて、感想をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。年齢性別に関係なく、チーム内で協力し合って業務を行える風通しの良さと、働くときは真面目に働き、飲み会では飲んで騒ぐというメリハリのある明るい雰囲気が特徴だと思います。最近は若手の子がいろいろ頑張ってくれてて、資格取得とか、そういったところに意欲を見せてくれてるんで、結構いい感じの会社かなと思ってます。最新のクラウドの技術を活用した事例が最近増えているので、そういったところは強みかなと思ってます。 AWS というクラウドサービスの技術を持っているところです。資格の習得を奨励するなど、社を挙げて技術の習得を図っております。お客様のお困りごとやご要望を丁寧にヒアリングさせていただき、どんな方でも使いやすいものづくりを心がけております。お客様のニーズというのを自分で汲み取って、ベストなサービスを提供するというところを心がけています。自分のした提案でお客様に納得いただき、回収できて喜んでいただけた時です。私が開発をした機械学習モデルを使って業務が実際に効率化しましたであったりとか、それに対して感謝をしていただく時っていうのがやりがいを感じます。社員のために何か楽しいことはできないかと常に考えてくれて、誰よりも率先して社内を盛り上げてくれます。節分の豆まきでは自ら鬼になってくれる、そんなお茶目な社長です。社員のみんなに対してはまだ家族のような感じで、親身になって接してくれるっていうところは、昔から感じてるなとは思いますけど、いい意味で社長らしくない、家族みたい。はい、トラスト祭りっていう社内で月1でお祝いする行事があったのですが、私は好きだったので復活させてほしいです。こちらの小千谷での本社と、東京オフィスっていうのがあるんですけども、その、メンバー間での交流というのが、まだちょっと少ないのかなと思うので、より、交流できる場を設けていただけたらなと思います。私が悩んでいる時に、トラストに必要な存在だよと力強く伝えてくださった言葉のおかげで今日まで頑張ってこれました。ありがとうございます。これからも一緒にトラストのために走り続けさせてください。よろしくお願いします。本当に私自身やりたい技術、やりたいサービスというのをイメージしたものをそのまま作るチャンスというのをいただけていると思いますので、そのチャンスを生かしてお客様にいいサービスを作れるようにこれからも頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。はい、今 VTR ご覧いただきましたけど、感想いかがですか？ ありがとうございます。こんな素晴らしい社員と一緒に仕事できて私も嬉しいです。ねえ、そうですね。いろいろトラスト祭りが良かったとか言ってくれてましてですね。それどういうやつなんですか？月に1回ですね、大安の日に、社員の1ヶ月 の、 そのお祝い事、誕生日だったりいいことがあったりというようなことをですね、一応調べておいて発表して、拍手しておめでとうというだけなんですけれど、ちょっとお茶沢会というか、お茶をちょっと私の方で用意しまして、お菓子もちょっとだけ用意しましてですね、ほんの5分か10分の間だけですね、ちょっと時間を空けてもらってお祝い事をすると。
それまたコロナで途絶えちゃったみたいな感じなんですか。コロナになったんで始めたんですよ。人との付き合いが非常に少なくなってしまったんで、うん、でじゃあなかなか飲み会もできないじゃないですか、うん、そういうことでそういうトラスト祭りを月1回やろうという形でそんなことやってました。最近コロナが収束したんでちょっと今開けてるんですけど、なるほど、よかったと言ってくれて嬉しかったです。なんか東京との交流っていうのも、まあ、それはコロナがあったから途絶えてた。それと東京とのつながりがなかなか増してはですね、去年ようやくその忘年会をみんなまとめてやったり、あと旅行もですね一緒にやったり、まあ、群馬だったんですけど、東京から新幹線で、うん、こちらからバス行って、まあ中でね、で草津温泉で楽しんできたという話もありましたし、うん、はい、はい、もう最後になってしまうんですが、はい、今後の展望をお聞きしていきたいんですが、いかがでしょう。はい、私もこの金の種というものをですね、はい、サービスを、できれば30社40社ですね、来年には使っていただければありがたいなと考えております。はい、で、まあ、あと、まあ、数年ですけれど、利上げをですね10億サービスを100名というような形でですね、はい、進めていければと考えております。100名およそ倍の方、そうですね、はいはい、じゃあたくさんの仲間を増やしたい、これから増やして、はい、考えております。そして中小企業の DX の支援をしていくと、はい、いうことになるわけですね。はい、それを中心に今後は進めていきたいと考えております。はい、今日はいろいろ聞いてきました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。